信長が上洛を果たしてなお、越後の上杉、甲斐の武田、そして西国の毛利など各地で大名が割拠していた。義明の御所を整えた信長は京周辺を安定させるため、将軍の名において越前の朝倉義景に上洛を命じる。しかし再三にわたる上洛命令を義景は黙殺。その態度を危険視した信長は朝倉討伐を決断した。旧恩ある相手との敵対に心を痛める光秀は、戦への発展を避けるべく義景の説得を試みるが、光秀編第4章、覚悟、金ヶ崎の戦い。やはりお考えは変わりませんか。ええ、我々朝倉は上洛の命には従えません。越前の安寧を守ることこそが私の使命です。今越前を離れるわけにはいきません。申し訳ありません、光秀。信長殿にはそのようにお伝えいただけますか。義景様、しかしそれでは朝倉は織田と。殿、これ以上の説得はもはや。わかりました。義景様のご意志、信長殿にお伝えいたします。これもまた定めでしょうか。というわけだ。長政殿からもぜひ口添えを。はあ、バカ言うなよ光秀。お前、自分が言ってることの意味分かってんのか。織田はかつて朝倉との不戦を訳したはずだ。それを今になって保護にするつもりかよ。長政殿の憤りはもっともだ。不義とのそしりは甘んじて受けよう。しかし信長殿も考えあっての決断なのだ。どうか分かってくれないか、長政殿。そうかよ、それがお前たちの結論か。そっちが義理を踏みにじるってんなら、俺も身の振り方は考えさせてもらうぜ。長政殿、俺は。これで金ヶ崎城は我らの手中に落ちたか。なあ、あとは朝倉の本拠一条谷城を攻めれば。信長様、殿、ご報告いたします。浅井が我らに反旗を翻した模様。長政様。さよう、お市様、勝家殿を伴いこの金ヶ崎城に迫っておりまする。そうか、どうする信長殿。いささか分が悪い。ここは一度引き体勢を立て直す。承知した。全軍に撤退の下地を下そう。やはりこうなってしまったか、長政殿。長政殿、やはりあなたは。いや、悲嘆に暮れるいとまはない。信長殿と姫様が無事に撤退できるようなすべきことをなされば。信長殿と姫様、撤退まで必ずや守り抜かねばな。
いや、信長、俺はもうあんたと同じ道は歩けねえ。仲間さ、それがお前の選んだ道か。あの砦でなんか匂うな。様子を見ておくか。長政殿、あの時俺が思いとどまらせていれば。えらいことになったが、ここで生き残りゃ出世の道が開けるってもんだ。信長殿、姫様、道は開けました。急ぎご退却を。開門。来そうぞ。いい調子みたいだ。ここは引こうか、あるまい。さすが、オイラの半兵衛だ。これより先には進ませんぞ。あの人に逃がすのが私の務め。どきなさい。たとえ恩義ある朝倉の将とて行く手を阻むならば切り伏せねば。軍師だって分働きしないとね。いい調子みたいだ。かなう相手ではなかったか。それでも振り返らずに走れ。俺たちに変わんじゃない。開門。弁解なんてしないよ。私の命は長政様の志とともに。姫を守ることのみが俺が生かされている。ならば命に変えても果たし抜いてみせますよ。二人から強固な覚悟を感じる。戦うしかないのか。姫、申し訳ありません。開門。一応この先も長政様と一緒に戦います。さよなら兄様。みんな死ぬなよ。運を祈る。みんなどうか無事で。親父は引いたがまだ気は抜けねえ。よし、残る奴らを乗せとくか。ああ、だがこれ以上犠牲は増やせねえ。みんなあんまり無茶はするなよ。勝利条件変更。敗北条件変更。来たな。この砦でやすやすと奪わせはせぬ。これで皇子の憂いは立てたか。手をこまねいているわけにはいきませんね。開門してください。吉影様が自ら打って出られたか。どうか心を鬼になされよ、殿。吉影様、恩を仇で返す不義をお許しください。皆姿を現すのです。くそ、伏兵かよ。親父のところへは行かせねえぞ。伏兵を信長殿のもとへ行かせてはならない。ここで食い止めれば。え、僕が天下無双の軍師なの？誰もこの先へは行かせねえ。ここは俺が守り抜く。
こたびはこれにて引きましょう。光秀、決着はいずれまた。決着か。やらねばこちらがやられると分かってはいるが。よし、これで親父も安心安全だろう。よし、行ってこい。お前たち皆の戦力を削り切れ。開門。長政殿、俺はあなたを任された。いや、惑うな。俺は長政殿を倒す。俺の力の礎となれ。かなう相手ではなかったか。いい調子みたいだ。力及ばずか。なんと目覚ましきご活躍。浅井にもまだ迷ってる人がいるみたい。どうにか引き込んでみようかな。敵将討ち取ったよ。耐えきれん。引かせてもらう。誰か加勢してくれ。まずいな。味方が孤立しちまってるみたいだ。出るぞ。信頼を残らず破って絶対に信長に追いついてやるよ。開門。今すぐ長政殿を止めなければ。敗北条件変更。あの二人ならきっと。よし、説得してみよう。やはり織田との関係を無下にはできぬ。我らはそちらにつくとしよう。織田への離反が相次いでいるようだ。我らも続くべきだろうか。読みが当たってよかった。一人でも多く助けて、みんなでこの地を抜けねえとな。この砦は落とされたようだが、なら中の奴らを倒して突き進むだけだ。助けられたな、我が部。一層フルートしよう。俺に味方は助かったようだし。よっしゃ、オイラも張り切るとすっか。貴重、切り伏せた。引かせていただこう。このままでは持たない。開門。待っていろ、長政殿。すぐ追いついてみせる。殿の腕ならば当然ゆえ。でもここから動かねえぞ。残念だったな、長政よ。言うじゃねえか。なら意地でもお前をどかせてやるよ。俺はまだ強くなれる。見せてみろ。敵将撃ち取ったよ。やっちゃおうか。耐えきれん。引かせてもらう。
なんと見事な。散らかすよ。よ、散らかすよ。次こそ絶対に息の根を止める。お前も覚悟を決めろよ、光秀。覚悟か。俺は未だ惑って。なあ、早く親父を追おうぜ光秀さん。俺なんか嫌な胸騒ぎがするんだよ。ああ、そうだな。先に向かえ光希。俺も後ほど合流する。信長殿、こちらでしたか。ただいま帰還いたしました。ああ、そうか。ご苦労。信長殿。光秀さん、大変大変なんだ。光希、落ち着け。深く息を吸うんだ。どうした。機長さんが殺された。親父をかばって銃で撃たれて。姫様が。俺犯人を追ったんだけど逃がしちまって。くそ、あいつね。先ほどの呆然たる様はそういうことだったのか。信長殿、俺は機長の仇を討つ。機長を奪った者をこの手で斬る。それは仇討ちのために天海神の歩みを止めるということか。そうなる。俺は新たな世を機長に見せたかった。花もすすけぬ世で機長を思うまま遊ばせたかった。その望みを刹那にして奪われたのだ。我慢ならぬ。仇討ちをなすまで俺は前には進めぬ。信長殿。ただしこの仇討ちは俺にとって最後の情とするつもりだ。仇討ちさえなればその後は一切の情を殺し天下一心を果たすためにのみ生きよう。光秀、お前の力を貸してくれるか。愚問だ。俺は信長殿と志を果たすためここにいる。この先何があろうとも俺が信長殿を支えよう。それこそが俺のなすべき正しきことなのだから。